はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今大阪難波駅に来てるんですが、今回この動画は回送列車の本数がめちゃくちゃ多い駅に行ってきたということでやっていきたいと思います。まあ、回送列車ということで、まあ、一般の人は乗れない、列車がかなりの頻度で走っている駅がこの大阪難波の1個隣にあるということなので、その駅に早速行っていきたいと思います。まずはその駅に行く前に、じゃこの大阪難波駅で、特急しまかぜをちょっと見てから行きたいと思います。大阪難波駅の運賃表です。こちらが近鉄の運賃表なんですけど、大阪から名古屋まで運賃が載っていますね。それとあと阪神の運賃表も載っています。で、今回行く回送列車の本数がめちゃくちゃ多い駅というのは、この阪神難波線の難波から一駅、桜川という駅ですね。桜川駅までの切符を買いましょう。じゃあ今一度この大阪難波駅の、まあ、立ち位置といいますか、まあ、位置関係についてちょっとお話ししていきたいと思います。この近鉄奈良方面というのがこれ全部近鉄なんですけど、この大阪難波駅を境に、ここから先が阪神線になるということですね。しまかぜの車両が回送列車で入ってきましたね。僕が今いるのが近鉄線方面のホームなんですけど、しまかぜはこれ阪神線の方面に発車しましたね。それもちょっと後で謎を解き明かしたいと思います。もう向こう側に快速急行神戸三宮駅の列車が来ましたね。手前の車両も奥の車両もどちらもオレンジの車体で、同じ会社の車両かと思いきや、これ手前の特急はこれ近鉄の特急で、奥の通勤電車はこれは阪神の車両ということですね。おー、すごい火の鳥だ、火の鳥。これは名古屋から来た近鉄特急ということですね。火の鳥号もこの大阪難波止まりになっています。2020年3月のダイヤ改正で新しくデビューした特急ということで、初めて見ましたが、こんなに赤いんだ。火の鳥の回送列車が阪神線方面に向かいましたね。どうやら大阪難波に到着する列車というのは回送で阪神方面に向かうといった感じですね。電車の番号は前の車両から2号車です。先頭の形よ、これ作るの相当大変だっただろうな、これ。結構ギリギリに来るんですね。この列車40分発なので、難波駅2分ぐらいの停車ですが、走るという感じです。じゃあ今来た普通天ヶ崎行きの列車で桜川駅に向かいましょう。桜川駅の列車、大阪難波から阪神線で一駅、桜川駅に到着しました。この桜川駅が大量の回送列車が来るということなので、ちょっと時間を計ってこの営業用の列車とあとは回送列車の割合をちょっと調べていきたいと思います。この列車が10時50分発ということで、その次が10時59分ですね。列車の間隔は大体10分に1本ぐらいということなんですが、果たして回送列車はどれくらい来るのでしょうか。普通列車が行ったら次はもう回送が来るということですね。で、今からじゃあこの桜川駅に1時間いて、果たして何本の回送列車が来るのか、計測していきたいと思います。はい、じゃあスタートして、早速来たのが、お、これ近鉄の特急ですね。お、近鉄の特急は回送列車として桜川駅に来るらしいですね。アーバンライナーネクストというやつですね。大阪ナンバー止まりの列車がここ桜川まで来るという感じです。1本目はこの回送列車、回送列車がどこに向かうかということなんですけど、そのまま阪神線に行くわけではなくて、ここから分かるかな、これ右側に垂れてるんですね。そう、これ実はこの
桜川駅のちょっと先に近鉄の流津線があるということなので、その流津線に大阪難波止まりの列車が入るということなんですね。桜川駅の尼崎寄りに来ました。で、近鉄の車両がこの流津線をメインに使うということになっていますね。これポイントがあるのがお分かりいただけますでしょうか。直進するのが阪神難波線で、右側に分かれているのがこれ近鉄の車両が主に使う流津線ということになっています。じゃあなんでそもそもこの流津線がこの阪神のね、桜川駅の先にあるのかっていう、その理由についてちょっとお話ししたいと思います。さっき僕がいた、大阪難波駅というのはもともと近鉄が使っていた駅だったんですね。もともと大阪難波駅ではなくて近鉄難波駅と呼ばれていました。で、近鉄難波止まりの列車というのは流津線が3本あったので、そこの流津線を3本使って折り返し運転をしていました。ですが2009年にこの阪神難波線というのが難波まで乗り入れたの影響で、その3本あった流津線のうちの2本をこれ阪神難波線の本線に転用したということで、流津線の本数が3本から1本に減ってしまったんですね。そうだから向こう寄りにある流津線は1本しかないんですが、じゃ残りの2本をどこに移動したかというと、それがこっちにある、流津線ということなんですね。先ほども見た通り、近鉄方面から来る大阪難波止まりの列車というのが結構あるので、大阪難波止まりの列車というのが、ここの桜川駅を経由して、流津線に回送されるというわけです。なのでこんだけ回送列車が多いというわけですね。さっきのアーバンライナーネクストの回送列車が行った約8分後、また近鉄車の回送列車が来ましたね。今度は大阪難波方面の回送列車が到着しましたね。やはり近鉄の特急車両ということでした。もう快速急行神戸三宮駅ということですね。回送列車は確かに本数は多いですが、もちろん営業用の列車も全然普通に走っています。もうまた回送ですね。流津線から来たら、ね、多分折り返し大阪難波線の特急列車になると思われます。流津線に入ったやつがまた来るということで、回送列車が2回通るというのがこれ本数が多い原因にもなりますよね。ということでちょうど1時間経ちました。じゃあ回送列車が果たしてどれぐらいの割合だったのか発表したいと思います。はい、ということで結果発表というわけなんですけど、1時間この桜川駅にいて、この桜川駅に到着した列車が、トータルで30本ということでした。でその30本のうち回送列車というのは11本ということだったので、割合的には約3分の1が回送列車ということでしたね。まあ、そうか、列車待って3本に1本が回送となるとなかなかの高頻度だと思いますが、まあ、これよりも多分回送列車の頻度が高い駅っていうのは探せばあると思いますので、もし知ってる方がいましたらぜひコメント欄で教えてください。この桜川駅に来た回送列車というのは全て近鉄の車両ということでしたので、この阪神の路線にね、近鉄の回送列車が大量に来るっていうのはなかなか面白いなと思いました。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。